皆さんこんにちは、シャルムです。今日は日曜日っていうことなんですけれどもね、私は今ちょっと働いてないんでね、毎日が休日なんですけど、そんな私のとある一日をご覧いただけたらなと思います。はい、ではどうぞ。はい、これから両親の家にね、遊びに行くついでにお家のお手伝いをしてきます。愛用している香水はカルバンクラインです。エタニティ、カルバンクラインのエタニティ、もうこれをたっぷりかけるのが私好きです。じゃあ行ってきます。委託しました。はい、じゃあちょっとお買い物にも行ってきたんで、買ってきたものを冷蔵庫にしまいたいと思います。よいしょ。卵安かったです。1000円以上買えば98円でした。で、みかん、早出しみかん、熊本さん、熊本さん298円でした。安い。で、お肉、国産牛の細切れ買いました。 40% オフです。459円の 40% オフです。で、これ昨日初めて飲んで美味しかったので6缶買いました。グリーンズフリーというノンアルコールのビールです。598円でした。よしよし。で、はい、ネギです。カットしてあるネギ買いました。お味噌汁に入れます。ですね。あとこれは母が持たせてくれたあのホットケーキ、あんこと、いちじくのジャムが入ってます。母の手作りです。今日はもう晩ご飯も簡単にね、お肉をさっと焼いて食べたいと思います。はい、もう喉が渇いてるので皆さんと一緒に乾杯したいと思います。はい、じゃあ日曜日昼下がり、皆さんどうお過ごしでしょうか。はい、じゃあ乾杯。あ、美味しい。もう10月なのになんでこんな暑いんでしょうね。私今七分袖のカットソー着てますけども、暑いわ。私はお花のサブスクをやってて、月2回お花の配達をしてもらってます。今日のお花はオリエンタルリリースターチスサービスです、ということなんですけどね。どんなお花なんでしょうか。わ、これは大輪の花ですね。どうしましょう。あ、
ですけどね。皆さんはね、お花をお家に飾る習慣ってありますか？私はね、飾るんですよ、お花。お花ってね、そんなね、高くないです。実は。このお花もね、これだけでね、880円です。安くないですか？ねえ。と思うんですけど。いつもはね、もうちょっといろんな種類の花があるんですけど、今日はもうユリとなんだスターチスしかないです。これを生けていきたいと思います。お花を飾るとね、やっぱりね、元気が出ますよ。とっても、日本ではね、お花屋さんとお花を飾るっていう習慣ないですけどね。お花を飾るとパワーがもらえます。皆さんが好きなお花は何ですか？私はね、花なら大体好きなんですけどね。私は芍薬が好きです。バラより芍薬の方が好きです。なんか風情あっていいですよね。よし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 。こんな感じでいいかな。これスターチス、こんな小瓶に入れました。で、オリエンタルリリー、私大きな花瓶持ってないんでね、ちょっとすごいですね、ボリュームがすごいです。はい、こんな感じで飾りました。じゃあこれから家計簿をつけたいと思います。皆さん家計簿つけてますか？家計簿つけるの好きなんですよ。好きなんですけどサボりがちです。両親にお土産を買ってあげるんですけど、持っていくんですけど、もう大体いつも100% シャトレーゼで買い物してます。この日は卵プリン。10月8日は卵プリンを買ってますね。3つ。20% オフのものを買いました。もちろん。3つで261円でした。で、あら？あ、あったあったあった。で、今日は和菓子をシャトレーゼで、今日もシャトレーゼで和菓子、紅白饅頭の白2つと自分が食べるほうじ茶シュークリーム、シャトレーゼのほうじ茶シュークリームめちゃくちゃ美味しいですよ。私大好きです。108円、それが 20% オフで買いました。紅白饅頭は86円が 20% オフ、合計224円。もうすごい手頃すぎるお土産ですよね。で、昨日はね、ちょっと私贅沢したんですよ。ファミリーマート行ってね、おやつを買いました。天使のチーズケーキ190円とスフレプリン278円が20円引きでした。2つで20円、40円引き、428円。
ちょっとね、もう食べてみたかったんですよ。美味しいって聞いてたんで。美味しかったですよ。うん。でも節約セレブなのにコンビニで買い物していいのかしらと思ったりするんですけどね。コンビニはね、でもスーパーで売ってあるあの、ね、お勤め品とかになってるおやつより、やっぱりコンビニのスイーツの方がよくできてますよね。私テレビでやってるあの、なんだっけ、一流料理人がジャッジするじゃないですか。採点合格か不合格か、あの、なんていう番組名かは、ちょっと失念してしまいましたけど、あれ見るの好きです、すごく。もう担当者さん泣いてますよね。あれ見るの面白いしね。買い物するのに参考になるからいいですよね。スーパーで1477円買ってますね。お酒、ノンアルコのビール598円ですかね。で、あとみかんが298円。まあまあかな。あのグリーンズフリーはおすすめです。本当に美味しい。ノンアルコのビールだけど。そう、今日あの、ファミリーマートでチャージしてきたんですよ。現金チャージ。前はね、よくファミマのコーヒーを飲んでたんですよ。ファミマのコーヒーの、あの、ツタヤとファミマ、皆さんの地域もそうなんじゃないでしょうか。ツタヤの中にファミマがありますよね。私の地元のファミマも、ツタヤもそうなんですけど、そこでね、あの、ファミマでコーヒー買って、よくあの、ツタヤの本を座り読みしてするのが好きだったんですよ。最近はもうやってませんけどね。コーヒー飲みながらあの立ち読みならぬ座り読みをするのが好きでした。最近はやってません。ファミマに3000円チャージするとね、10日と25日だったかしら覚えてないけど、3000円チャージしたらあのなんかねコロッケが確かねもらえるんですよ。クーポンが25日頃だったかな、送られてくるらしいです。アプリにね。と思ったんで3000円チャージしたんですよ。ね、お得、節約セレブなんでね、お得には弱いんです。なるお金も減りつつあります。今月の末にお金を入金があるんですけど、7780円しか手元にありません。あと10日ほどこの7000円でやっていきたいと思います。はい、というわけで、朝起きて何したっけお花を生けたり、両親の家に遊びに行ったり、遊びに行くというよりあのいつもね食器洗いとあの洗濯物を畳むのをやってるんですよ。親の家に行ってちょっと洗い物とかがなんかすごくね、母洗い物が多いんですよ、うちの家って。で、洗い物をひたすら洗ったり、洗濯物もたくさんあるんで、それを畳んだりっていうお手伝いをしに帰ってますね。はい。そういう日、お昼はだいたい
母の手料理をいただくことが多いです。ですね、そういう過ごし方ですね。まあ日曜日ね、皆さん、まあまだねコロナ油断しちゃダメですよ。まだねそんなね遊ばない方がいいと思います。はい、というわけで今日もご視聴ありがとうございました。気に入っていただけた方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。いつもグッドボタンを押してくださる方、コメントくださる方ありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。はい、シャルムでした。